演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらカルビーの47都府県ポテトチップス群馬県代表焼きまんじゅう味を食べたいと。焼きまんじゅう聞いたことはあるけど食べたことはないんですよね。なので本物も食べてみたいです。でもまずはこちらのポテトで楽しみましょう。ではどんな味わいなんだろう。香りは特に今日そこまでするわけではないですね。失礼です。ではいただきます。ちょっと思っていたおまんじゅうとは違うけど、これはこれでいい。絶対美味しいと思う。いつか本物も食べてみたい。あ、これが偽物ってわけじゃないですよ。一口目を食べた瞬間から甘辛い味噌の風味が口の中に広がってきました。これ以前名古屋で食べた味噌カツの味噌だれに近いような、そんな感じ。味噌がタレになると甘くなるんでしょう。で、これはよくお饅頭に合いそうだなと思いましたね。まあ、自分が思ってるのは饅頭の生地なのかどうかは分からない。で、ここになんか群馬ちゃんもいますし、それに群馬は粉も盛んみたいですね。いろいろ書いてある。ここに書いてあるおっきり込みは以前食べたことがありますね。概要欄にリンク貼っておきますね。で、話はちょっとそれましたけど、味噌が好きな方にはぜひおすすめしたいポテトチップスなので、こちらの点数とさせていただきます。甘辛いっていいですね。これでは夕立や国を守るほど降り注ぎ。何から国を守ったんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。